東日本大震災から5年、東北の現状を知る機会は減り、新たな震災やまた大イベントなど、報道は次々に最新の情報を伝え、それに呼応して人々の関心も上書きされていきます。そんな中、3年間にわたり福島のお母さんたちを取材してまとめた著書、福島のお母さん、聞かせて、その小さな声をが、今年3月に出版されました。去る先週7日、その著者、棚沢明子さんと、福島県いわき市出身のシンガーで、棚沢さんと取材を通して知り合ったゆかりさんのお二人によるトークとミニライブが、聖イグナチオ教会で開かれました。主催のキラキラ星ネットは、福島から東京近郊に避難してきた家族をサポートする支援グループです。ゆかりさんは昔から2011年から避難してからずっと知ってるんですが、今回棚沢さんの本でね、やっぱり何年か経たないとなかなか自分の気持ちを言い出せないということの一つの目標の中で、10人のママたちから聞いた本、これからそういう活動がですね、どんどん広がればいいなという思いで、今日のイベントをしてみました。棚沢さんが同著書を書くに至ったきっかけは、2012年に福島から東京に避難してきたあるお母さんとの出会いでした。彼女が住む団地でのさまざまなバッシングがあることを知ります。旦那を残して子供を母子家庭にするのはひどいとか、東京に来て保証金で遊び暮らしているなど、いまだ避難生活を続けている人たちが多いことも知らず、さらに曲解された噂で悩むお母さんたちの存在に驚いた棚沢さんは、書くという手段を持つライターとして事実を聞き、書いて伝えることが自分の役目だと奮起します。棚沢さん自身も2人の子を持つお母さん、まず伝えたかったのは東京に住む身近なお母さん世代でした。この本は被災しなかった方、例えば東京の私の身の回りの同じ境遇にあるママ友達だったり、被災しなかった方に読んでいただきたいなと思ってまして、福島のお母さんたちがどんな思いをしたのかっていう生の声を伝えたいですね。ゆかりさんの住んでいたいわき市は避難区域外でした。地震翌日の12日に福島第一原発が爆発を起こしましたが、避難指示はなく、数日自宅で過ごしているうちに子供が体調を崩し、今までに見たことのない鼻血を出しました。電気も水も止まり、情報も入ってこず、気づくと周囲の友人たちは避難していたといいます。友人からの電話で、なんでまだそこにいるの？と言われ、初めて原発が爆発したことを知ったのです。先に避難した友人からごめんねと言われた時、なんで謝るんだろうと思ったゆかりさんでしたが、今は理解しています。その後、ゆかりさんも2人の子供と共に東京へ避難しました。福島から逃げた彼女もまた同じ咎めを感じながら、もう幸せになってはいけないと理不尽な決心をしたといいます。負い目もあるし、あと津波で実際友達とか家族を流された人がいっぱいいる中、私は命があって、それで福島からことがあって、事故があって、で東京に来るっていうことが、それが自分で決められたことだから、まだ幸せなのかなって思ったりとかすると、これ以上幸せになっちゃいけないのかなっていう時期があって、そういう空気も、当時そういう空気もすごくあって、今もそれはあります。今もどこかにそれがあるんですよね。それもすべては子供のためでした。慣れ親しんだ大好きな故郷を離れてでも、子供たちを被爆の危険から守りたかったのです。しかし、逃げることのできた人と地元に残った人との間に溝ができ始めます。福島の場合、3世代同居家族の多い土地柄も加わり、逃げるという選択は容易なことではなく、子供を取れば親を捨てるという一大覚悟を強いられます。それだけでなく、賠償金がもらえる避難指示区域から入ってきた避難者と、区域外で賠償金の出ない現地住民との溝です。しかし、区域外であっても放射線量はいまだに安心できる値ではありません。同じ不安を抱えながら、
賠償金の有無で分断が起きるのは必然と言えます。さらに今、避難者たちの目は住宅支援の打ち切りが予定されている来年の3月に向けられています。国は2020年東京五輪の年までに原発避難者をゼロにしようと強引に避難指示を解除し、賠償や支援の打ち切りを進めています。この著書のお母さんたちは、避難者の存在をなかったものにしないでほしい、こんな苦しい思いをして避難してきた事実を抹消しないでほしいと胸の内を棚沢さんに訴えました。なかったことにされたくないっていう言葉がすごく重たくって、今避難政策って言われてますけれども、避難者の存在がなかったものにされつつあるっていうことに対して危機感を持ってるお母さんたちがいっぱいいらっしゃって、こんなに辛い思いをしたり、子どもたちに対してこんなに心配をしたりっていうことを残してほしいっていう言葉は重たかったですね。トーク後、シンガーであるゆかりさんから、これまで支えてくれた人たちに感謝を込めて、震災後に作ったマイライフなど3曲が披露されました。当時、避難所で歌や演奏を聴く側だったゆかりさんは、実際音楽で何ができるんだろうと無力感を覚えていたといいます。しかし、ある楽団が避難所に来て、隣のトトロを演奏した途端、子どもたちが大喜びで笑顔になり、ふるさとを奏でれば、お年寄りが目を細めて共に歌う光景を見て、改めて音楽の力を感じたのです。と同時に、歌うことによって生きる力も与えられました。以前はその歌を歌っているっていうだけだったけど、今それに対して、そこに今ここでこうやって歌えるっていう、その何だろう、そのなんか幸せっていうか、幸せになっちゃいけないってずっと私思ってたんで、そうじゃなくて幸せになっていいんだって、で自分が歌うっていうことで人にそういう伝えることができて、そこだけでも私が生きてきたっていうのが、ここまで来てよかったって思って、たどり着けてよかったって思って。避難者の一人としてのゆかりさんの願い、それは福島に関心を持ち続けてほしい、現状を見続けてほしいということ。監視の目を多くすることで何かが変わるはずと訴えます。福島のこと、放射能のことはタブー化され、何か語れば逆の立場の人から反感を買ったり阻害されたりで、語ることをやめてしまった福島の人々。しかし、今日の話を聞いて何かを感じたなら、自分のやれることを見つけて行動してほしいというゆかりさんの声に応えるように、会場の皆さんは自分にできる何かを探し、小さな実践を始めました。こういう会に参加することが大事だと思います。そこからどのようにして自分で行動できるかっていうのはおのずと見えてくると思うので、私はちょっとゆかりさんとは前々から知り合いだったもんですから、彼女がやっぱり歌を通して福島の問題を広げていこうっていう活動をずっとやってるのでね、そこをちょっともう少し応援できるようなことが何かできればなっていうふうに思ってますけど、今日ゆかりさん の、 その今までの人生初めて聞いて、で それでできた曲なんだっていうのが聞けて、なんかすごくなんだろう、 歌の持ってる力とか、その自分の人生が歌に乗ってるっていうのが本当にすごくなんだろう、感動したし、一緒にライブできることをすごく嬉しく思いました。棚沢さんが取材したお母さんたちのほとんどは加盟を望んで取材に答えました。自分の発する声で時に傷つき、傷つけられ、声を上げることすらやめてしまった人たちが多い現状でも、小さな声から始まって、その声をつなぎ、やがて大きな変化につながることを願います。